ご苦労様。あれ、今のってエリザベス王女様？もうずいぶん昔のことのように思える。聖騎士たちによる反乱で荒れに荒れていた王国、絶大な魔力を持つ聖騎士の暴走を止める唯一の希望、それは7人の滞在人からなる伝説の騎士団でした。10年前、聖騎士長殺しの罪を着せられ国を追われた彼ら、城を抜け出し旅に出た私は運命的な出会いを果たしたのです。